特定家庭用機器最小品化法。特定家庭用機器最小品化法。特定家庭用機器最小品化法。平成10年6月5日法律第97号。最近改正。平成15年6月18日とは、家庭用電化製品のリサイクルを行い廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律である。家電リサイクル法などと略される。 主務官庁は、経済産業省、環境省、本法の目的は、特定家庭用機器の小売業者、製造業者等による、特定家庭用機器廃棄物の収集、運搬、最小品化等に監視適正、円滑な実施のための措置を講ずることにより、廃棄物の減量、再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理、 資源の有効な利用の確保を図り生活環境の保全、国民経済の健全な発展に寄与することにある一条。すべて業務用として製造・販売されている製品は対象外。以上の家電を特定4品目と呼ぶ。蒸気対象品目については、法施行前は自治体、市町村で粗大ごみとして回収・処理がされていたが、施行後は 自治体で回収しなくなった。リサイクル料金はメーカーにより料金が変わる。外資手大手メーカーは安く、指定法人に委託の中小メーカーは高い傾向にある。メーカーによっては事業再編や社名の変更などで製造時点の社名と現在のリサイクルを行う社名が異なる場合もあり、さらに複数の製造業者が同一のブランド。 ロゴマークを使っていた製品があるなど事情が複雑化しているため、ここでは各社の区分や料金については記載しない。なお現存しないメーカー、公式リストにないメーカー、かつて販売されていたミシンメーカーのテレビや冷蔵庫、洗濯機なども指定法人、その他の扱いになる。業者コードによる A と B の区別の仕方、例として投資ホームアプライアンス。 113は1から始まるので A グループソニー340は3から始まるので B グループある、b グループは3.59から始まる。近年の銅価格高騰により銅が多く使われるエアコンは2007年4月1日と2008年11月1日にそれぞれ500円消費税込み525円の値下げが行われた。 ヤンマーエネルギーシステム株式会社を除二2008年11月1日より一部のメーカーでは、ブラウン管式テレビと電気冷蔵庫、冷凍庫はサイズを2種類に分け、小サイズ、テレビは15インチ以下、冷蔵庫は170リットル以下の料金を値下げ、再区分をしないメーカー品は、小サイズでも価格は同じである。まず、対象製品を廃棄をする人は、 リサイクル料金等の費用を負担して購入した販売店、中古品の小売業者を含むあるいは買い替えの際の販売店に引き取ってもらう。その後、販売店は各都道府県で一数箇所ある集積場所、指定引き取り場所に運び、そこから各社のリサイクル工場に運搬される。郵便局でリサイクル券を購入し貼り付けて、 直接指定引き取り場所に持ち込んでもよい。製品を購入した販売店が閉店した遠隔地に引っ越したために購入先が遠い他人からもらったなどの場合は直接指定引き取り場所に持ち込むか地域によっては自治体や家電量販店、電気店が窓口となって引き取るところもある。リサイクル工場ではケーブル一つまで細かく分別され再利用が可能なものは 必要な加工をした上で家電の製造工場に運搬され材料として使用される。再利用が不可能なものだけが初めて廃棄される。大地震などに被災して使用不能になったテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンについては特別措置として無料で自治体が収集を行っている。パソコンや自動車では新品の販売価格に リサイクル料金が上乗せされて販売されているが、この法律の対象となるテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンは廃棄する際に、リサイクル券を購入する、小払い式となるためかえって不法投機を誘発している、結果となっている。特に小型テレビや冷蔵庫のリサイクル量が割高ではないかとの指摘もあり、業界団体の電子情報技術産業協会、JEITA が小型テレビや冷蔵庫の リサイクル料金を引き下げた。また、軽トラックなどで、廃家電の無料回収を歌う業者が存在し、回収された品物は輸出して修理された後再び、販売されたり、分解し、金属買取業者に販売されたりする。自治体の収集運搬の免許がない業者の場合、廃棄物処理法に違反する。2010年6月10日、神奈川県警、 宮城県警は消費者庁と連携して自治体の許可なしで収集運搬したとし、神奈川県藤沢市の廃品収業者を摘発している。また悪質な業者はリサイクル量を徴収した上で夜中に人目のつかないところへ不法投棄をしたり、蒸気の業者へ渡したりすることもある。実際の例として、奈良の国道事務所が冷蔵庫の買い替えの際、 正規のリサイクル料金を払って、家電店に処理を委託したが、この家電店主が廃品業者に横流して横領し、舞鶴から輸出される戦場で、コンプサー部分の同製品などを抜き取り、不要な部分は海上に投棄して、津島海流に乗って、飛島に漂着ゴミとなった経緯やリサイクル券の管理団体の、ずさんな管理実態などが、報道特捜プロジェクトの集会放送で暴露された。 また、2009年頃より、地上波デジタルテレビジョン放送に対応したテレビの普及に伴い、アナログ放送のみ、対応の旧来型のテレビの不法投棄が増加している。これは、国の政策により2011年7月24日までに、地上波アナログ放送を終了し、地上波デジタル放送に完全移行することに伴う、もので、 不要になったテレビの処分費用を抑えるための行為と見られ、家電エコポイント制度等で多少の補助等はあったものの、家電リサイクル法の対象から除外されることはなく、結果的にテレビの買い替えアンテナの設置、古いテレビの処分と見への負担を強いられる状態となっている。特に液晶テレビにおいては相当量の金属の回収が見込めることと、 バックライトに自治体での処理が困難な水銀が使用されていることから、電気、電子機器リサイクルに関する検討小委員会より、品追加の方向性が表明され、ガラスパネルの最小品化にかかる技術やコスト及び、ブラウン管テレビとは大きく異なる、素材構成が問題視されておりさらなる検討が必要と考えられた。そのため2007年8月31日の環境省、 経済産業省合同審議会で薄型テレビ、液晶、プラズマディスプレイ、電池式は除く及び衣類乾燥機が加減リサイクル法の対象に追加することを決定2007年度中に技術的な課題を解決指導法の政令を改正2009年度に新制度を導入することとなった。同時に電子レンジも加減リサイクル法の対象候補に上がったが、 小型化や軽量化が進んでいることと販売価格も低めであることからリサイクル料金の負担を求めることが困難とされ見送られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。